のどかな高原に300年暮らす不老不死の魔女。社畜の私はもういない。素晴らしき第二の人生。彼女のもとに続々やってくる普通じゃない家族たち。我を弟子にしていただけないでしょうか。ママすごい。娘として鼻が高い。高原の魔女さんに助けてほしいんです。こっちは3000年生きとる上級魔族じゃぞ。もう何とでもなれなのだ。チャンス。今日からここで世話になることになりました。そして始まる家族たちとのとびっきりなスローライフ。しかし穏やかな生活を目指そうとしても、まるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです。歳出大変。私は食材じゃないです。誰だろう。賑やかになりましたね。結婚してるの？変なことを聞くでない。私たちはもう家族なんですから。いただきます。お主らのそばにおると面白いことが起こりそうで楽しいな。家族の多いスローライフもそれはそれでいいんじゃないかな。スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。4月10日土曜放送開始。